こんにちは、ダイスです。今回はドラクエ11に登場する邪神の子の作り方をまとめていこうと思います。邪神の子の特性は S サイズで闇の波動、魔力の風、防衛本能、 L サイズで2回行動、徒手空拳、最後のあがきが追加になります。邪神の子で運用する際のおすすめのスキルは賢者、剣豪 SP、 超回復 SP、防御力が低いのでガード系の爆風ガード SP、 ウルトラガード SP などかなと思います。今後の配合先については邪神ニズゼルファやゾーマの必要モンスターになってくるので、配合先があるよっていう方は邪神のこのおすすめスキルじゃなくニズゼルファやゾーマにつけたいスキルを育てるために使うというのもありだと思います。また邪神の子を作るためには大魔王ウルノーガとワルボを配合する必要があるので、ウルノーガのリーズレットとホメロス、ガルボーのグランスライムとロイヤルブルームを今回は一気に作っていくという形なのでちょっと時間がかかってしまいます。そして必要モンスターの中にどうしてもメタルキングが2体いるので用意をしてから進めてください。それでは必要モンスターのスカウトです。まず人間界で今回はスライムが6体必要になるので用意をしておきましょう。数は多いんですけど人間界のスライムは多分 100% でスカウトできる方が多いと思うのでやってみてください。続いて夏に出てくるイバラドラゴンを1体スカウトしていきます。イバラドラゴンが夏にしか出てこないので後ほどご紹介しますが、その他の必要モンスターも人間界が今回はおすすめです。続いては覇王城の魔界です。中級にいるサンダーフロックを2体スカウトしていきます。赤い月の日以外だったら出てくると思いますので、ヘブンズキーに飛んですぐ後ろ手にいる2体をスカウトしていきましょう。続いては覇王城の魔界上級です。スターキメラでも OK なんですが数が多いのでブラッドオックスを1体スカウトして用意してください。続いては覇王城の魔球上級の覇王城の中です。覇王城の中では入ってすぐ目の前にいる王の墓守を1体、最奥まで進むで5階まで登りそこにいるダークベルシャを1体とアークマージかアークデーモン、どちらか構わないんですがどちらかを2体使うとして用意をします。覇王城の中結構今回は多いです。続いて煉獄峠の魔界の中級にいる爆弾岩を2体スカウトしていきます。爆弾岩がいるところは煉獄道の付近もしくは煉獄道の中に出てくるのでスカウトはそこがおすすめです。続いては煉獄峠の魔界上級の冬の吹雪の日に出てくる氷河魔人です。場所は採掘なんちゃらって書いてあるところから進んでいくとこんな感じで氷の上に出てきます。スカウト場所はここです。冬の吹雪にしか出てこないので注意してください。続いては同じフィールド上の竜の首の中にいるフレームが1体と骸骨剣士が1体です。フレームに関しては竜の首入ってすぐの1階フロアに出てくるのでスカウトはここで行ってください。骸骨ケースに関しては一番奥まで進むと1体必ずいますのでスカウトの周回はここに来るのとプラスでもし入手ができなかったらボス部屋に1回飛んでから戻ってくるとまた1体湧いてますので周回はこちらで行ってください。続いて甘味楼の魔界初級に出てくるコトラが2体とメイデンドールが1体です。コトラに関してもメイデンドールに関しても先にパンケーキ山の洞窟にルーラして飛んで目の前に出てくるコトラを2体スカウトを先にしておくと楽です。メイデンドールの位置はここからの方が近いのでコトラのスカウトが終わったらメイデンドール下の段にいるんですけど1回下に降りてからメイデンドールに当たってスカウトを開始してください。ゴールデンスライムとかあとバイキルト持ちのモンスターがいれば結構スカウト簡単にできるようになってると思います。続いて竜神殿の魔界の中級です。ストーンマンを2体スカウトしていきます。ストーンマンに関しては晴れてる日だったらどこにでも出てきますし、メルトのところからだったらすぐにいますので2体は簡単です。続いては上級です。上級は
晴れた日に出てくるスカルドンを1体と星の日に出てくるエビルスピリッツを1体スカウトしていきます。季節に関係なく晴れた日にはスカルドンが出てきますし、こんな感じで星の日にはエビルスピリッツがいますので、天気って言ったらいいのかな、天候に応じて2体をスカウトしてください。続いてはエビルプリーストの隠れ家の中です。入ってすぐのところにいるホエールマージを今回は1体スカウトします。その後一番奥まで進んでちょっと戻るとモヒカントがいますので、モヒカントも1体スカウトをしていきます。続いては三役の魔球の構想に出てくるベンガルが1体です。覇王城の魔界上級でも出てくることがあるんですが、天候によって季節によっていなかったりするのでここがおすすめです。続いては、クリア後の精霊樹の森の世界にいる心眼タヌキが1体です。ストーリーのエンドロール後に来れるようになるところなので注意してください。続いてその他に必要なモンスターについてです。今回は魔獣系が1体とゾンビ系が2体、物質系が2体、その他に必要になります。季節によって違ったりはするんですけど、今回は夏のイバラドラゴンが人間界で必要でいるので、人間界でキリカボーガバッケとか、あとイタズラモグラ系を入手をして、でその他鉄鋼砦の魔界でカラクリエッグを2体スカウトするのが、移動も簡単だしスカウトも楽じゃないかなということで載せておきました。ここからは配合についてです。今回数が多いのでまずスカウトしてきたモンスターで作れる子たちを配合して、その後レベルを上げてまたさらに配合ができるようにという感じで組み立てました。なのでつながりがちょっと分かりにくいのでご了承ください。それではまずはアークマージカ、アークデーモンとスライムを配合してタールキングを作ります。タールキングは強敵でも出てくるんですけど、作った方が早いので作るのがおすすめです。続いて王の墓守とゾンビ系のモンスターを配合してソードファントムを作ります。他の配合方法でもできるんですが、これが一番楽なので今回はこちらで作りました。次にサンダーフロッグと物質系のモンスターを配合してシーゴーレムを作ります。さらに爆弾岩とコトラを配合して溶岩マジンを作っておいてください。続いてダークペルシャとスライムでスライムジェネラルを作っておきます。さらにベンガルとスライムでスライムファングを作っておきましょう。そして爆弾岩とスライムで踊る宝石も作っておきます。続いてブラッドオックスと物質系の配合でスノーホムンクルスを作っておきましょう。まだまだあります。サンダーフロックとスライム系で地獄の玉ねぎを作ります。そしてストーンマンとゾンビ系、今回はキリカボーお化け使ったんですが、この2体でブリザードも作ります。そしてスカルゴンとコトラを配合してハデスナイトも作ります。さらにアークデーモンかアークマージと魔獣系のモンスターの配合でシャドウパンサーを作ります。ここまでできたらスカウトしてきたモンスター結構使ったと思いますが、レベルを上げて次の配合に使えるように育ててください。育て終わったらタールキングとホエールマージの配合でホエールロードを作ります。さらに育ててきたソードファントムと骸骨剣士を配合してソード移動を作ります。次に育てたシーゴーレムとストーンマンを配合してどちらかを作っておきます。これ4体配合なので1回配合をしています。続いて溶岩魔人と氷岩魔人も配合してどちらかを作っておきます。配合しておいたスライムファングはモヒカントと配合してマスタースライムを作りましょう。続
いて地獄の玉ねぎとエビルスピリッツも配合しておきます。でここに関しても何を作っても大丈夫です。4体ぐらい配合先があるんですが何でもいいです。次にフレイムとブリザードを配合して何かを作っておきます。続いてさっき作ったシャドウパンサーには心眼タヌキを配合してギュメイ将軍を作っておきましょう。続いてメタルキングを踊る宝石と配合してクリスタルスライムを作ります。これで、メタルキング1体目です。ここまでできたらまた、レベルを上げて配合できるように育てていきます。育て終わったらソードイドにはイバラドラゴンを配合してローズバトラーを作ります。続いて配合しておいた溶岩魔人と氷河魔人の子とシーゴーレムとストーンマンの子を再び配合してゴールデンゴーレムを作っておきます。さらにスライムジェネラルとマスタースライムを配合してゴッドライダーを作っておきましょう。次にエビルスピリッツと地獄の玉ねぎで配合した子とフレームとブリザードで配合した子を再び配合してギャスモンを作ります。そして出来上がっていたギメイ将軍とハデスナイトを配合するとマクシレホメロスができるので作っておきましょう。ホメロス単体の作り方は過去に動画がありますのでそちらの方が分かりやすいです。続いて育てたゴールデンゴーレムにはメタルキング2体目ですねを配合してゴールデンゴーレムを作ります。続いて育てたローズバトラーにホエールロードを配合してロイヤルブルームの出来上がりです。このモンスターも、ワルボーの配合で使うのでそのまま育てておきましょう。続いて作ったクリスタルスライムにゴッドライダーを配合してスライムエンテラーを作ります。ここまで来たらまた再びレベルを上げて配合できるようにレベル10以上まで育てに行きましょう。育て終わったらギャスモンとメイテンドールを配合してメルトワを作りましょう。続いてスライムエンペラーとゴールデンゴーレムを配合してグランスライムを作ります。ここまで来たらまたレベルを上げて配合できるようにしていきます。レベルが上がったらメルトワにはスノーホムンクルスを配合してリーズレットを作っておきましょう。リーズレット単体の作り方は別の動画の方が分かりやすいのでそちらで確認していただければと思います。続いてグランスライムとロイヤルブルームを配合して必要モンスターの1体リバルボーを作ります。リーズレットのレベルが上がったらホメロスとリーズレットを配合して大魔王ウルノーガにしておきましょう。はい、これでウルノーガもレベルが上がれば次が最後で目的の邪神の子が出来上がります。ということで最終目標の邪神の子はワルボーと大魔王ウルノーガの配合で、はい、今回出来上がりました。以上が邪神の子の作り方です。今回に関してはモンスターの数が多かったので、まずスカウトをしてきて今手持ちにいるモンスターたちで1回配合をしてレベルを上げてまた再び配合っていう形を取りました。一気に作るとこんな感じの作り方です。ちなみにヨッチ族ちっちゃくできたかなと思って会いに来たら結構でっかい子になってしまいました。ドラクエ11の時のヨッチって本当に膝丈ぐらいしかなかったんですけど今回私が作った子はちょっと大きめで体の中にあるねこの赤い光のところも分かりやすい子になりました。以上が邪神の子の作り方です。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた See you!